はい、ありがとうございます。先ほどまでは宮村さんがセネガルで大学生の時に何をしてたのかみたいなところから就職してどんな就職だったのかみたいなところをお伺いしたんですけど、この動画では今されているアパレルブランドの話をしていただこうと思ってるんですけど、まあ、そこの本題に入る前に、そもそもなんでそこのアパレルブランドを立ち上げるに至ったのかなっていうところをお聞きしたくて、もともとはシステムエンジニアとして就職して、あ、もうこれ機械無理だって言って辞めるわけじゃないですか。その後はどういう流れでアパレルブランドの立ち上げまで行くんですか？1社目を2年半で辞めて、はい、その後派遣社員で別の会社で働いたりとかもしてたんですけれども、はい、30歳を目前にした時にやっぱり自分の心の中にはセネガルのキャディさんの活動がどうなっているのかっていうことがすごく引っかかってたんですね。何かしたいなっていう気持ちはずっと持ってて、でも30歳目前になって自分自身も結婚や出産やこれから考えていくってなった時に急に焦り始めて、なるほど、あ、やりたいことやっていかないともう時間だけが過ぎるぞっていうふうに思って、でその時に今の旦那さんになるんですけどに正直にそれを話して、うん、でそしたら一度セネガルに行ってきたらって言ってくれたので、もう結婚と同時に今の会社を辞めて3週間もう一度セネガルに行ったんです、ね。はい、そうなんですね。実際セネガルに3週間行った時、そこの3週間の目的は何だったんですか？目的はやっぱり自分の原点はそこにあるって思ったんですね。これだけ10年ぐらい経っても自分の中の思いが消えてないっていうのは、やっぱりセネガルに帰って自分が本当やりたいことが見つかるって思ったので、行って避難所の今の現状とかを見に行ったりとかしたんですけど。なるほど。あ、じゃあ実際またキャディさんに連絡してその避難所みたいなところを回らせてくださいみたいな感じで行ったんですか？そうですね、その時キャディさんもベルギーにセネガルにはいなかったんですけど、その団体の方に案内してもらったりして。あ、そうなんだ。実際どうでした？そこで何をやろうっていうふうに決められたんですか？その時はですね、避難所が私が最後にの前にいたの2012年で、その時に翌年には完成するだろうって言われてたんですね。でその後にキャディさんが体調を崩されて入院してた時期があったりとか、なかなかうまく進まない時期があって、で2020年に私がもう一度セネガルに行って避難所を見た時にもまだ全然完成してなかったんですね。でお金がまだまだ必要だってなった時に、このまま何もしなかったらキャディさんもどんどん年老いて、ここまで頑張ったのに最後完成せず終わるなんてダメだわと思って避難所を建てると決めて、そのお金を集める活動と、ゆくゆくは現地の女性の自立も支援したいというのがキャディさんの思いだったので、はいはいはい、だったらまずブランドをやってみて、日本にいる間に認知度を上げていって、メイドインセネガルで一緒にものづくりがゆくゆくはできていったら、いろんな夢が叶うんじゃないかなと思って。あ、なるほど、そういうことだったんですね。はい、じゃあ日本に帰ってきてそれで何やろうかなと思った時にアパレルが浮かんだんですか？そうですね、もともとラガハウさんとか有名な途上国でやってられてるブランドさんって多いと思っていて、はいはい、でそういったロールモデルみたいなものも自分の中にイメージとしてあったので、あ、そうなんですね。何かブランドでできることもあるんじゃないかなと、はい、やってみてまた違うと思ったら別の手段をすればいいと思ったので、まずは興味があることをやってみようと思って。なるほど。でそれがきっかけでブランドを作ったっていうことなんですね。はい、そうです。じゃあ改めてそのブランド名お聞きしてもいいですか？はい、ゲヌと言います。はい、ゲヌってどういう意味なんですか？ゲヌはですね、一言で言うと出口、セネガルのウォルフ語の言葉なんですけれども、はい、向こうの人は出口も、まあ、フランス語で言ったりするので、実際に使われてるかっていうとあまり使われてない言葉だったりはするんですけど、私の中の原点は出口を求めてる人に出口を作っていくことかなというふうに思ったので、手段はもしかしたらアパレルじゃなくなっていくかもしれないけど、そういう人たちに何か自分ができることをしたいっていう気持ちはきっと変わらないなと思ったので、それをブランド名にしてゲヌっていう。なるほど。で実際それじゃあ2020年に行って戻ってきてすぐ立ち上げた感じなんですか？そうです、もう1ヶ月半。すごいわ。で今じゃあそのアパレルブランドでやってるものは何を売ってるかでいうと、服とあとポーチ、服とバッグとポーチ、はいはいはい、とあとスリッパとか、スリッパとかあるんだ。はい、出してます。いろいろ出してます。すごいですね。じゃあ商品のバラエティはめちゃくちゃあるんですね。2年間の間はいろいろ頑張りました。もう一つそこで聞きたいことがあって、はい、実際じゃあそのものを売ります、売るんですけど、それがセネガルの例えば避難所にどうつながっていくんですか？あ、今はあの売り上げの 10% をそちらのセネガルの活動に使っていただいています。なるほど。じゃあ例えば1万で買ったものの 10% なんで1000円を避難所に支援するっていう形でお金を入れている形なんですね。はいはい、ですなるほどっすね。これちなみに今何年目ですか？今3年目に。3年目。実際一番売れた時ってどんな時なのかちょっと聞いてみたいんですけど、はい、一番売れたのっていつか覚えてます？いい質問ですね。
一番売れたのは先月です。え、先月？今6月の末に撮ってるんで、はい、5月です。え、何があったんですか？それまで私はアパレルブランドを軽く見て、何か楽しいことができたらいいな、可愛いものだったら響くんじゃないかなみたいな、そんな思いで始めてしまったんですけど、実際に作っていくと足りてない視点がたくさんあるわけですよ。そうですよね。いろんな学びがこの中にあって、でもっともっとこだわって使いやすいもの、いろんな人の気持ちを考えたり、そういったものを作ろうということで、もう7ヶ月8ヶ月ぐらいかけて企画したのが、もう今着てるものなんですけど、ワンピースと、あとバッグなんですけど、その2つを出した時に初めて1日で一番売り上げが上がった。すごい。そうなんですね。ちなみに売れた時ってどうでした？嬉しかったですね。もう前日はやっぱりすごい不安で、値段も今までよりも高い。いや、もう全然高いですよね。で、これで売れなかったら結構自分にはもう向いてないなって思うぐらい、結構自分の中では気持ちが落ちてた時だったんですね。なので良さを分かってもらえたっていうところがもう本当に嬉しくて、これも話し出すとキリがないぐらい、結構いろんなこだわりあるんですよ。あ、そうなんですね。それをこう SNS とかでも毎日発信していろいろやっていって、購入してくださった方がいて、気に入ってますっていうことをもらった時に本当に嬉しかったです。はい、そうなんだ。ちなみにそれはポップアップで売ったんですか？オンラインで売ったんだ、はい、すごいですね、オンラインは。なるほど、ありがとうございます。ちょっと聞いてみたいことがもう一点だけあって、はい、今後宮村さんがやっていきたいことってお聞きしたいんですけど、それはゲヌとしてやりたいことと自分自身としてやりたいこと、この2つちょっと聞いてみたいなと思って、まずゲヌとしてやりたいことちょっと聞いてもいいですか？ゲヌとしてやりたいこととしては、避難所がありがたいことに今年完成するんです。そうなんですね、はい、素晴らしい、はい、へー、そうなんだ。お金を集めてできることになったので、避難所が完成した後、まあ、運営とかがこれから始まっていくんですけど、やっぱり避難所建てただけだと全く何の意味もないと思っているので、そこに来る女性たちが安定してちゃんとそこで生活ができて、新しく歩き出せていけるように、そこをちゃんとゲヌとしても関わっていきたいなっていう思いがあって、まあ、その中でブランドとして素材にこだわっていったり、メイドインセネガルにチャレンジしたり、いろんな新しい挑戦はしていきたいなと思います。なるほど。じゃあ元々は自分で作ってたものも、最終的にはセネガルの方、そこの避難所にいらっしゃる方に作っていただくことで、メイドインセネガルとしてブランドを展開していくっていう話ですかね。ね、まあ、それが向こうの人のニーズに合うかどうかってやってみないとわからないと思うので、まあ、そこでもっと縫製以外に別の道があるのであれば、別のお仕事で一緒にやってもいいし、形を変えながら関わりたいなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。じゃあ宮村さん個人としてはどうですか？私自身としては、やっぱり自分の家族、今やっぱり仕事と育児の両立とかもすごく難しいし、自分自身はまあ子供ももう一人欲しいなとかやっぱり思うんですよね。でそうなった時に、自分の中でいろんなバランスだったり大事にしたいものっていうのをちゃんと、自分はこのバランスでやっていくのが一番いいんだなっていう、そのバランスがまだ見つかってないので、そこを今後見つけていって、こう自分のなんか生きやすくなったらいいなと思います。いやでも難しいですよね。アパレルブランドとしてやりたいこともいっぱいあって、そこを本気になっちゃうとどうしてもそこのバランスが少し崩れる可能性もあって、まあ、でもそこは僕のイメージでは家族のサポートがあるからこそ頑張れてる部分もあるのかなって僕思っちゃってるんですよね。はい、そうですね。一人ではどっかしらでくじけちゃってたんじゃないかなって、ビジネスとしてね、まあ、絶対あるじゃないですか、落ち込む時期は。そういうのもあるのかなってちょっと聞いてて感じました。はい、ありがとうございます。まあ、今日はですね、国際協力の中でも西アフリカのセネガルっていうところから、アパレルブランドゲヌっていうところを事業としてされていらっしゃる宮村さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。はい、ってことでアパレルブランドゲヌの商品をちょっと持っていただきました。はい、いろいろご紹介いただいてもよろしいですか？はい、こちらはトートバッグですね。結構分厚これ西アフリカの布？すごいですね。パソコン1台は余裕で入りますね。パソコン1台、私もいつも仕事バッグにしてるんですけど、はいはいはい、あとマザーズバッグとかにも入れるぐらいいろいろ入ります。中にもポケットがついてたり。本当だ、はい、ちなみにこれは何十代の方とかに売れてるんですか？よく私が30代なので、はい、やっぱり30代の女性が一番多いんですけど、20代から60代、70代の方までお客様はいらっしゃいます。めっちゃおしゃれなんだけどめっちゃおしゃれですね。可愛い、全然男性でもいいと思う。すごい、なんかおしゃれ。これは
てかこれすごいんだけど、これどういうこと？これ何？これは。これクリアバッグなんですけど、中が巾着になっていて。別々？そうなんです。中にもすごいわ。クリアバッグの中もアフリカンになっていて、クリポンは外していろいろ他のことにも使えて。もともとはじゃあこういうことってこと？そうです。ここは竹、両方竹で作って、で中にもポケットが。でここに入れてもいいし、で巾着をこう開いたまま使えるようになってる。シャレオツだなこれ。この状態でもこのまま。そうなんだ。これはポーチ、ね。はい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 。ファスナーのポーチ。すごいおしゃれだ。これ全部作ってるんですね。はい。こっちにクモが入れれるようになってます。はい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 。で最後あれですよね。今着てるのがワンピースですよね。ワンピース。両側にファスナーがついてるので授乳中の方でも使える。あ、そうなんだ。はいはいはい、ぐらいのゆったりサイズにして。すごい。これ一点物で一つしかなくて、あと4つなので、やば、ぜひ気になったら あと4点。じゃあの EC サイト、 EC サイト概要欄に貼っつけておきますんで、はい、ぜひ皆さんご確認ください。はい、と、はい、いうことでありがとうございました。